スルタン・アブドゥル・アジズシャー空港は、マレーシアのセランゴール州スバンにある空港である。通称、スバン空港、スバンスカイパークとも言われる。クアラルンプール中心部から、西南西へ約 15km に位置する。審判ンン空港に代わる空港として、東南アジアで最長の滑走路を持つ旧、クアラルンプール国際空港は1965年8月30日に開港した。 1990年代までに3つのターミナルを持つまでになり、ターミナル1は国際線、ターミナル2はシンガポールとのシャトル便、ターミナル3は国内線とそれぞれ共用されていた。1998年6月30日に新たなクアラルンプール国際空港がセパンに開港し、クアラルンプール国際空港の名を譲ることとなった。現在では、 プロペラ機による旅客便にのみ使用される。このほか政府専用機、マレーシア空軍、チャーター機、一部の貨物便が同空港を使用している。ターミナル1は取り壊され、ターミナル2はマレーシア空港会社の本社が入居している。残りのターミナル3はスカイパークターミナルとして旅客便の運航に供している。ルーツスケジュールズファイアーフライハットフリーライド、 メープロムヘン KTMB ハット、スワングスカイパーククアラルンプール氏。ありがとうございます。